構せっかく来たので、この間買ったばかりのキラキラのものをつけてみました。黒髪ストレートに猫耳は魅力的。なんかやりたいなと思ったんでやってみました。みなちちゃんから可愛い、ありがとうございます。竹原さんからも可愛いってきてる、ありがとうございます。こんにちはこちゃん、こんにちはこちゃん。今日はハッシュタグアップガニ魅惑的、魅惑的って今言ったよ。ちーこちゃん、なんと何でしたっけ。そう、今日は毎日ショールーム配信リレーがあったので配信してます。いいねって来てる、嬉しい。いいのかな、ありがとうございます。キラキラの服じゃないですか。そうなんです。あ、シェアボタン押してないから、ちょっとシェアボタン押させてください。サングラスがチラッと見える、チラッと見えるように設定しときました。シェア、なんて、お、猫耳、私意外とこういうの好きなんですよね。猫耳とか全然コスプレとかじゃなくてもするっていう。袖のキラキラが不思議なキラキラ輝き、これ袖だけしかキラキラついてないんで、今日オーバーオール着ました。サングラスちらっと見、そうなんですよ。今日は皆さんに感謝の気持ちを伝えようと思って猫耳にしてみました。皆さん、クラウドファンディングのご支援ありがとうございました。無事に目標金額である600万円を達成することができて、2月16日に発売するニューシングルも気合十分、やる気満々で進めるなって思ってます。ありがとうございます。感謝の気持ち、そうですね。でも今日なんかね、毎日ショールーム配信リレーはアップガニ期の中でメンバー毎日回してるんですけど、今日のお題はなんか TikTok になんかついて教えてくださいみたいな感じでした。リップもキラキラしてる、そうなんですよ。達成、やったやった、目標達成してから申し込みました。よかった、強くの気合感じるよ。ありがとうございます。どこから、この辺から感じてるのかな、わかんないけど、ありがとうございます。そうなんですよ、明日はパプガーズ国に行け、単独ライブが決まってますんで、あの会場に行けないよって方でもツイキャスの方で配信ありますので、よかったら見てください。ちこちゃんも精一杯パフォーマンスしたいと思います。ライブも楽しみだなね、楽しみだねライブ。え、明日ね、すごい特別な曲やるんですよ。なんだと思いますか皆さん。あの曲です。ぜひぜひ、ツイキャス、そうなんですよ、できます。特別な曲、私にとってとっても特別な曲ですね。やります。新曲も披露しちゃうとかあるので、ぜひぜひぜひ見に来てください。あの曲か。すごい、みんな意思疎通してる、ありがとうございます。そうしてですね、なんとですね、 TikTok のお話ししないと。 TikTok 私昨日、おとといかな、更新したんですけど、顔がめっちゃ、顔だけドアップみたいな、そう、そういうやつあげたんですけど、皆さん見てくださいましたか。ちっちちゃん16っていうあのアカウントでやってるので、ちっちちゃんで見つけてください。ぜひぜひ、可愛すぎた、可愛すぎました、ちっちちゃん可愛すぎて毎日見てる。嬉しい、ありがとうございます。そうなんですよ、ちっちちゃん更新して、自分でもね、なんか TikTok 更新しなきゃと思って、何がいいのかなと思って、あ、これだと思ってやってみました。なんかね、前回の動画が割となんか洋服が見える感じだったので、あのせっかくだからお顔が見えるやつやろうと思ってやってみました。でも今ね、次やりたいなと思ってる TikTok のやつはなんか雰囲気いいねみたいなやつやりたい。なんか割と可愛いとかに走りがちだから、
そう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 、そういうのやりたいなと思った。なんか字幕とかつけてやりたい。ピアスっていうのを今日はあることをやりながら話したいと思います。私のリボンコレクションです。何をやりながらやるかはお楽しみに。皆さんも随時なんか聞きたいこととかあったらぜひぜひこのコメントで流してください。私もおしゃべりしながらやりますのでよろしくお願いします。また作りたいと思います。ハッシュタグアップガニ作ってみたをどんどんやりたいと思います。私は作ることがとても好きなのでってことで最近気がついてしまった。なんかデザインとかちょっと苦手かもしれないけど、苦手ではないね多分苦手ではないんですけど、ぜひやってみたいと思ったことがあるのでやりたいと思います。今日私も作ってみたしました。みやっちさん、あ、みやっちさんの見ました。なんかツイッタータグ付けしてくれていました。ツイッターとかインスタグラムとかタグ付けして投稿してくださってる方全部見えてます。いいねちょくちょく押しに行ったりしてます。みんなありがとうございます。見てます。あ、やばっ、大切なもの。嬉しい、やっぱりそういうの。なんかおうち期間も届いたよっていう報告もちゃんと見てます。嬉しい。にきちゃんにあげないのだ。にきちゃんにはあげないのだ。あー、にきちゃんにはねまだあげてない。なんかねにきちゃんにあげるってなるとなんかもうちょっとちゃんとなんか作り方とかちゃんとさ工程を手順を 1,2,3,4,5 とかさ決めないとと思って。なんか手順とか今ないんだよね全然。思いついたらやるぐらいのペースだから。生配信だといいんだよねそれって。にきちゃんってやっぱりさここはこうだからこうっていう説明とかあげないといけないからね。全然説明がまだできてない。生配信で試行錯誤しながらやりつつ、ああこういうやり方もあるわっていう雰囲気にしたいです。今私リュックの中に物が入っててそれを探しています。いい感じ、好きだよ。君に。あとこのお家、私今静岡の自宅にいるんですけど、もうちょっと飾りたいなと思っててもうちょっと飾りたいなって思ってて、その飾り方をちょっと試行錯誤して考えた結果、こちらにあるリボンですね。このリボンに例えばあこの間作ったこれとか、こういうのリボンにこうやってつけていけばなんかレースみたいに、レースみたいにっていうか飾りやすいし飾うまく飾れるんじゃないかなと思ったので、今からこの細かいものを作っていこうと思います。よろしくお願いします。これ以上に飾る慌ててないちいこちゃんが素敵な生配信です。ありがとうございます。私の TikTok、 今日主なお題は TikTok だからね、 TikTok について言いながらやりたいと思います。 TikTok はやっぱり、あ、この曲めっちゃ好きTikTok はやっぱりあれなんですよ、若者の中で流行ってたりとか、今 TikTok で流行った曲がストリーミング系の音楽チャートで1位になったりとかするから、今意外と流行りの最先端でも YouTube じゃなくて TikTok なんだなと思ってて、 YouTube って今は逆に TikTok でちょっと有名になったこっちが YouTube 行ってるってイメージです。私の中では今まで、4年ぐらい前、私が小学校5年生ぐらいの時はもう圧倒的 YouTube だったんですけど、もう YouTube のその時の活躍してた YouTuber の方とかはもう最近全然見なくなっちゃったし、今はもうみんな TikTok ばっか見てますね。 TikToker は知ってますか皆さん。 YouTube の YouTuber がいらっしゃるじゃないですか。その感じで TikTok の TikToker って方がいるんですけど、今その TikToker の方、大体 TikToker の方ってまあインフルエンサーって呼ばれたりとか、まあインフルエンサー影響がある人とか SNS の影響がある人とか、最近はそういう意味で使われることが多いんですけど、私がそれを目指しているかって言われると、あ、やぼっとしちゃったそういうわけではないんですけど、でもバズれるならバズりたいじゃんっていう精神があって、まあ、どこにでもチャンスはあるってみんな言ってるので、まあ、確かに
チャンスがあるならぜひぜひっていう気持ちで。最近はやってやろうのかな。バズらないよりもバズった方がいいじゃんと思うし、かといってそのバズりに、ね、一喜一憂してもねってところもあるんですけど。で前回のリリースのタイミングですね、10月26日やっけ、そう10月のタイミングで TikTok 始めました。だからまだ始めて4ヶ月、まあ、言って半年ぐらい経つんですけど、だからなバズるに越したことはない、それなってかもうそれはわかるです、わかります何か解説してる人とかもいるんで、確かに確かに作ってるのを TikTok する気ないんですか。あります。なんか結構原宿系の TikToker がバズったりとかするんですよね。なんか最近原宿系の女の子がキャリーパンピャムとか、あのペコちゃん、ペコちゃんわかりますか、小平哲子さんとかが結構流行ってた時、だからリューチェルとか、私は多分その世代なんですよね。めっちゃ好きで今憧れてる子とか、その子っちに憧れてる子が今 TikTok とかでバズってるっていうのは結構ありますね。だからそれ確かにそれに乗っかりたいって気持ちはある。こんばんちーこちゃん、ちーこにゃんそれ で皆さんデコラって知ってますか。こうやって前髪とかにピンめっちゃつけたりする、こっち原宿系の中でも前髪にめっちゃピンつけたりとか、めっちゃ派手髪にしてピンめっちゃこの辺つけたりとか、そういう子があれですね、いるんですけど、あ待って今コンセントつけたよね、 OK、 いるんですけど、そのこっちもね結構流行ってる、フワちゃんみたいな、あフワちゃんの進化系みたいな感じかな。でそのこっち結構 TikTok で流行ってたりするんです、流行ってたりっていうかバズったりするんですよね、やっぱり珍しいから。それ見て、お TikTok やりたいなと思ったんだよね。でそのこっちの動画の中で、あじゃあチークやりたいのよね、やりたいのとしては、そのこっちがなんかデコラの子がそのピンを外したりする動画とかで、ね、結構バズってたりするんですよ。でなんかそのこっちが大体その子、そういうこっちの服飾系の大学来たりするんですけど、でなんか作ってみましたみたいなの結構流行ったりするから、あチークもそれやりたいっていうふうに思います。目指そう、チャンスありそうね、チャンスありそうだよね。だからどんどんそのチャンスをものにしていきたいっていう気持ちですね、面白そうだよね。え皆さん知ってますか、最近流行ってる双子の子がいるんですけど、ユンノンちゃん知ってますか私あの子ってめっちゃ好きで、あの子っちもあれなんですよね、ペコガール知ってる、ペコちゃんなんかのなんかファンネームみたいな感じなんですけど、であ集まってきたかも。そのユンノンちゃんに最近ハマってるっていうか、その子っちが今バズって、あこれやりたいなと思ったので今参考にしてます。なんかお洋服とかもね、双子本当のリアルの双子で、でそうコーデとかも本当の双子で、双子コーデしてたりとかしてるので、ぜひぜひ見てみてください。あ待って、ちょっと白が偏っちゃった、マジの双子だ、今調べた勉強します。そうマジの双子で双子コーデしてるこっちがいるんですよ。その子って確かウィゴーのショップ店員かな、大阪の方のショップ店員やってるらしくて、めっちゃ会いたいと思ったこの間っていう感じで、意外と原宿系のこっちがバズってたりするんですけど、皆さんしなこちゃん知ってますか。しなこちゃん原宿の竹下通りにお店開いてて、そうユニコーンの涙とか食べ物、この間前まで流行ってたんだけど、分かるかな、あっちょそうしなこちゃん、しなこちゃんも流行ってますよね。だから原宿系ってやっぱ流行るんだなって思ってて、昔から原宿系って原宿好きだから、原宿系を貫き通していきたいって気持ちはあります。ちーこちゃん今日もお洋服派手だねとか言われるけど、上には上がいるので、もっと目指したい、もっと突き詰めていきたいなって思います、いつもリューチェルとペコちゃんまでしか知らなかったので頑張って調べますリューチェルとペコちゃんね入ってるね。
リューチェルさんも私あれめっちゃ好きだよ、あの YouTube 面白い、お姉ちゃんの2人で見てた。そうだからそういうとこ目指して、目指す、ね、TikTok の中のちっちちゃんだったらそこ目指したいかなって気持ち。でもなかなかそういかないので、行きたい行きたいねーっていう気持ち。え待って、ちょっとなんかビツ足りないんだけど、頑張れ。シェイキラップシェイキラップスクリームっていう感じで、なんか結構原宿系のこっちがバズってたりするので、なりたいです私もそこにっていう気持ち。最近なんか SNS アドバイザーの方とか結構いらっしゃるらしいですよ、あのインスタグラムのバズらせ方とかあるんだって言ってた。勉強になるね。今日は手元が見えないのね今日はねちょっとお楽しみにしててほしい。でもね手元見えるようにするとね、私の顔がまあいいや、遠くなっていいか遠くなっていいや。そうなんですよ、やりました。表参道グランドのライブの時はチーコちゃんみたいなのたくさんいるなと思って、表参道グランドの目の前ですね、斜め前ぐらいにフライングタイガーあるの皆さん知ってますか。私はそこに行きたくてしょうがないんだけど、いつも表参道グランドでライブするためにあフライングタイガー行きたいっていつも思うそこのフライングタイガーで働いてる子とかも結構流行ってたりしますよね SNS で。結構やっぱショップ店員の子とか流行ってますよね。ベコちゃんも最初ショップ店員だったしねと思う。まあ原宿系の子ってショップ店員でみんな流行るんだなって思います。 WC からかな、あっちがよく着てる服なんですけど、 WC とかでもねいますけど、フライングタイがあるね。そうそうそうなんですよ手元ありがとうございますちょっと本当に見えてるか分かんないけど一応手元見えるようにしました。それねフライングタイガーがあるんですけど、そこでね働いてる子とかいますよね最近は。やっぱいつになってもショップ店員の子は強いなって思います。ユンノンちゃんも確かウィーゴーのショップ店員だし、いいなって思う。楽しそう、フライングタイガー好きです。私結構文房具とか割とフライングタイガーで揃えてるかもしれない。ハサミとかちっちゃいやつね、鉛筆とかさすがにちゃんとしたの使うけど、小さいのはハサミ、うん、ハサミとかですね、定規とかはフライングタイガーで揃えます。皆さんは会社から支給されるのかなちょっとわかんない、今考えてみたけど、しかも大人になると文房具屋さんって行くのかな。別にフライングタイガーも文房具屋さんではないけど、どういう感じなんだろう。こんばんはこんばんは、ジークフリートさん、ジークフリートさんこんばんは。今 TikTok の話してます。 TikTok いいよね、見てて楽しい。やっぱ動画って短いしいいよね、短い動画好き。ちょっと可愛いので着てきたっぽくない。今日ちょっとコンセプト変えて、変えてはないか別に、前回のが割と激しめの色だったのでちょっとふわふわ色がふわふわ系のポンポンいっぱいつけました。表参道のライブ行った時フライングタイガー覗いた覗いたっていうのがいいですね。私はもうそこにすごい立ち寄りたくてしょうがないから、もういつもいけないか、いけないっていう気持ちでしたちょっと言えばよかったの、ライブタイガー行きたいって言うかった。自分のことってあんまり大きい声で言わないんだよね、言った方がいいね。待って、なんかビーズがこぼれてるかもしれない。なんかあちら側に今のビーズがなんかこれのたくさん入ってるやつが多分あると思うんですけど、持ってきていただいてもよろしいでしょうか。ソフトな感じですね今日の。そう今日はちょっとねふわふわなんか雪っていうか冬っぽいやつ作ってみましたあ違う違う、そうちょっとね
たまには季節なんかさ、あんまり部屋に季節感出しすぎるとさ、季節終わった時めっちゃ悲しくなるの私的に。だからあんまり季節感出さないようにしてるんですけどちょっと出したくなっちゃったので出します。あとちっちゃいビーズが来たのでちょっとこれもやっていきたいと思います。あっちいこちゃんではないのかあっちいこちゃんはあんまおそろっちいことか今日思いついたけどね。みんなおそろっちいことか言わないのかな、私だけか。私別に家でも学校でもどこでもちーこって自分のこと言うので別になんか恥ずかしいとかもないんですよねみんなちーこって言うからさ、ちーこですみたいな雰囲気、誰もなんかえまだちーこって呼んでるのとか言わないからさ、めっちゃいいよ。いつちーこを呼びやめようかなとかないです。ずっとちーこです。ちっちちゃんちーこ、自分の名前めっちゃ気に入ってるんで。だってもう何回書いたか分かんなくない？みんなテストのたびに書くしさ、先生からプリントもらうたびに中川千尋って書くじゃん。あ、みんな中川千尋じゃないけどだからなんか好きも嫌いもなくないみたいな気持ち。え、なんかすごいビズ落ちるんだけど大丈夫か。中川千尋いい名前お気に入りです。待って、今ね細かい作業してる今日の主なことはTikTok について話すことなのに余裕でビーズ作ってる中川さんはそうですね、最近はちょっと自分の時間が少なかったとかあんまり言いたくないけどちょっとやらせてください完成品はちゃんと見せます。最近ものなんかちくちゃん最近作ってんのハマってんだと思ってください。ハマってるんですよ、なんかハマりましたね。なんか集中して何かに取り組むっていうよりもなんか喋りながらなんかやるのが好きかもしれない。私中学生の時なんか漢字ノートの宿題があったんですけど、でもねすごくね家に帰ってきてその漢字ノートやるんですけども、誰かになんか喋りたくてしょうがなかったの。今日あったこととか、今日学校でこんなことがあったんだよとか、東京にいたらねこんなことがあったんだよっていうのも言いたすぎて、もう漢字ノートね書きながらね、もうお父さんとかお母さんにね聞いてってずっと話してたら、さすがに勉強はちゃんとやんなさいみたいな、勉強はちゃんと集中してやんなさいみたいなって、漢字ノート終わるまで喋っちゃダメですって言われたことあるでその時もう喋りたくてしょうがなかったから、もう急いで漢字ノート終わらせてましたなんかもう喋りたいから勉強するみたいなとこあった一時期懐かしい。なんかテスト前ってさ絶対勉強しないといけないじゃん。でも喋りたいことってでも尽きないのよ。だからもうどうしても伝えたいからしかもさ早くさ伝えないとさ、なんか自分の頭の中からさめっちゃサーサー言ってんだけどなくなっちゃうから、もう早く伝えたくてしょうがなくて、早く漢字ノート終わらせるってことだけに集中してました。あいつも懐かしい。じゃあ真ん中に大きいのをつけましょう。でも今日星がいいかな、星物つけてないから。話題が新鮮なうちにおしゃべりしたいんで。そう、え、ほんとそうなんだよね。なんかお、だからさ、なんかよくさ言いたいことあってもさ頭の中では整理できてんだけど口が回んなくてさ、なんか頭で考えてることと口がちょっと違くなっちゃうみたいなあるじゃん。私ほんとそれなんだよね。めっちゃ早口になっちゃう。だからあ、言いたいことありすぎてどうしようみたいな落ち着いてってみんなに言われるんですけど、あ、でも言いたいことがみたいなそんな気持ちで日々生きてますなんか急いでるんですかね、何かに。わかんないですけど、いや急いでますね明らかに。そんな気持ちです。みんなありますか？真ん中大きいのメモ通りそれでねえねえカジーっていうのね。そうですね、聞いてほしいんですよね誰かね。やっぱさ、いや本当に聞いてほしいんだと思う誰かに。ねえって、だから話しかけるんだと思う。え、でも自分がめっちゃ集中してる時とかに、例えばそういう時にカジーに「ねえちーこちゃん聞いてよ」とか言われると「朝にしてください」って全然普通に言うマジ全然もう自分のことしか全然考えてないんだろうなみたいな感じの子です。ダメですね、そこはしっかりしていきたい
ガジシマに当たりが強いのよなんかタイミング合わないんですよね、カジと。私がちょうど伝えたい時とカジが伝えたい時のなんかタイミング合わなくて、ちょっと後でしてくださいみたいなあるよね、あるあるこのタイミングでみたいなこと言ってた。そうそうそう全然ある。この間もあったなんか曲なんかのレッスンしてて、でレッスンの途中でなんか、ね、私がなんか思い出したのよ。あ、ここがこうだった。でも全然周りは全然関係ない、関係ないっていうか違う曲の話してて、でも私はそのことを伝えたくて、え、全然関係ないこと言ってもいいですかって喋り始めた時ある。でそれでみんなで「ああ!」ってなったりもするし、なんか「あ、そうだね」って終わる時もあります新たな不仲説誕生。いや私全然不仲じゃないんですよ本当に。まあ、おみちゃんとカジは公認の不仲なので全然いいんですけど、私基本的に不仲とかないですね。どんな時でも仲良ちいこちゃんですなんですかね、コツとかないですけど、仲良ちいこちゃんでいるっていう気持ちですね。マジ気持ち大事だからちいこちゃん明るいから誰とでも仲良くなりそう。なんかね、なんだろうね、すごく真剣そうとかね、ブログとか見るとめっちゃ真剣そうに毎日考えてんだろうなと思われるんですけど、意外と話してみると意外と全部根性で済ましてきたのかなこの子みたいなとかあるのでそういう意味では仲良くできそうですねということでできました。皆さん見てください。もう手元映ってたか分かんないんですけど、じゃーん。でも持つところがないんだよね。どうやって持ってもいいんだ。じゃん、今日はちょっとふわふわな雪をイメージしてみました。気持ちが一番大切よね。やっぱそうなんだよね、魂で語り合わないと。こちらはじゃん、前回がこちらで今回こちらです。ちょっとこうやって見ると色味がね、ちょっと若干白っぽいかな、もう白飛びするぐらい白っぽいです。ポイントとしましてはちょっとね、ほぼ見えないんですけど、すごく小さいビーズを使いました。でそこでちょっとキラキラさを足してみました。どうかな。で中心は目立たせたかったので、ちょっと立体的に星をつけてみました。後で写真ちゃんとあげます。ありがとうございます。ファンルームにあげます。いい感じ、ありがとうございます。まるまるふわ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 。そうとかちょっとやっぱ女の子ってふわふわのとこあるじゃん、だからやってみようと思ってやってみました。これをリボンにつけていこうと思います。あ、まだつけないんですけど、どうかな、どうかな。マイメロなんだけど、あと私の得意なこと、私結構あ次これ来るっての分かりますね。例えば TikTok であこの人流行りそうだなと思ったら、次なんかその1週間後ぐらいにバズってたりとか、あこの曲このアーティスト流行りそうだなみたいな、あ流行ったみたいなとかあります。でも私ちょっとアニソンとかに弱いんですよね。ちょっとその辺分かんないんですけど、そういうところあります。お願いしますチコちゃんのまんまるお目目みたい。嬉しい、ありがとうございます。いいね、今日リボンで凝ってるの。あ、今日の本当のお題はTikTok について話すことなんですけど、ちょっと話しながら、最近ハマっているなんかリボン作りみたいになってます。インフルエンサーセンサーなんですね。そうですね、アンテナが立てます。いつもアンテナに引っかかるとバズる。わかんない、全然引っかかってなくてもバズってる人とかいるし。竹春さんからハート、ありがとうございます。竹春ちゃん好き、竹春ちゃん好き、竹春ちゃんが大好き、ありがとうございます竹春さん。で JK なんで流行に敏感なんですよ次はこれが来るみたいなね。でも大体さ、やっぱある程度さ何パターンか見るとさ、やっぱパターン化されると読めない、多分そういう感じなんだろうなって思う最近スッキースキースキーみたいになった TikTok。 あ、まだやってない。あ、私はあなたのことずっとみたいなやつか。あ、やってないです。
好き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 なんですわ、やったほーちゃんの一回やりました。ほーちゃんに LINE 送ったの、えこれやりたいって LINE 送って やりました。それはそんな気持ちですね。じゃ次はリボンにリボンをつけていこうかしら。イエイ、いきます。それそれ、あーそれです。リボンつけます。次何しようかな。やっぱキラキラつけたよね。私ビーズ系いっぱい持ってるんだ。なんでかって小学生の時から集めてるから理由になってなってるかちょっと心配になった。じゃあ次星いっぱいつけようかな。いやでも割とどれも星いっぱいついてるな。じゃあちょっとお嬢様風なんでしょうかしら。買います。でもさっきもちょっとね、でもさっきはふわふわにします。いきます。やっぱリボンとかってさ、意外とデザインってさ左右対称とかなんか均等になってたりするじゃん。それをイメージしたいと思います。ちいこちゃんといえばお嬢様、そうかな。じゃあもうお嬢様っぽい服着ないんだけどね。ね、お嬢様っぽい服あんま着ないからそういうイメージなさそうだけど、あんのかな。よし、え、これいい感じだと思う。全然イメージないかも。じゃーん、リボンの上にまずリボンつけて、その後につけました。今の背景めっちゃお嬢様だと思うけどこの格好でね。いや私全然お嬢様とか意識してないんですけど絶対意識してるでしょっていうなんならアフガニキで一番意識してるだろうみたいなねそういうとこあるよね。絶対意識してるよね。これでなんか意識してなかった逆になんか、え、何が好きなんですかみたいなオーラがお嬢様、え、わかんない私オーラ虹色とか言ってますね割と。なんか最近自分あやばいなと思ったのが、なんかメンバーと一緒に人狼してる時になんか何色って言われたの。なんか例えば人狼のことを黒って言うんですけど、で市民のことを白って言うんですけど、でその時にみんなが私の色が何色か分かんなくて、え、ちーこ何色って私に直接聞いてきたんですよ。で私はなんかその時全然頭の中が人狼になってなくて、人狼ゲームの頭になってなくて、え、虹色ですみたいなこと言っちゃって何言ってんのみたいな感じになったことがあるんですけど、そんぐらい割となんかパカッみたいなとこありますねそう、あとなんか人狼ゲームって誰か一人毎日投票してなんていうんですかね、投票しないといけない、投票して今日は誰々が亡くなられますみたいな風に決めないといけないんですよ。で投票で決めるからやっぱパッションとかなんかうーんみたいな気持ちで出さないといけない時とかがあるんですけど、だいたい最後の時とかね、私は絶対に違いますみたいな言い分で、私そういうのすごい苦手だから、なんかえちいこどのくらい殺さないでほしいのみたいなこと言われると、なんかえっ、なんで表現すればいいか分かんないから、こんぐらいですって言うの言い方が分かんなくて、これですって言ってハートのポーズしたことありますあれちょっと自分でも なんでハートやったんだろうと思いましたねえ、なんでハートしたのってみんなが思ったと思うそこはハートじゃないよちゃんと自分のちゃんと自分の白さをあげないとっていうところでしたね。あ、ハート来た。ナマステ師匠ちゃんからハートありがとうございます。
生捨てちゃ好き、生捨てちゃ好き、生捨てちゃんが大好き。ありがとうございます、ラブです。あ、みやっちちゃんからも来た。みやっちちゃん好き、みやっちちゃん好き、みやっちちゃんのこと大好き。ありがとうございます、みやっちちゃん、いくんです。可愛いけどアピールがちっちゃい。そう言われた。それハートちっちゃくないって言われた。でもなんかとっさに言われて思いついたのがそれしかなくて、チークが今一番言いたいことはそれみたいな、ちょっと悲しかったですね。別に私これが言いたかったわけじゃないんだけど、なんか勝手に動いちゃいましたみたいな。そういうイメージです。なんかハートにしてましたみたいな。なんでハートにしたんだ。本当に絶対他にもいい方法あったよね。よし、次ちっちゃい鼻つけます。いや、アピール小さいのどうにかしたいよね。最後はなんか諦めちゃうんですよね。諦めちゃうっていうか、なんかまあしょうがないっていう気持ちになっちゃう自分をちょっとね直したい。特に人狼ゲームでありがち、まあしょうがないよねとか思っちゃうんだよね。そういう気持ちは多分ゲームにおいて一切いらないと思うんだけど、たまになってしまう。気をつけます。ありがちありがち、やりがちではないか。でもお嬢様ってなんか紫のイメージない？私紫のイメージ強いんだけど。紫をつけます。今結構つめつめでつけてますね。皆さんは何かありますか？この時の自分のアピール小さかったわみたいな。ないか、そんなアピール小さかったわって反省することってあんまないのかな。私も割と、私もありがちか。最近紫はやばいイメージしかない。あー確かに最近はそうですね。でも落ち着きって感じがあるけどね。紫は二の目カラー、そう二の目カラーだから紫は素敵な色だと思うんだけどな。二の目カラーいいね。非公式メンバーカラーです。非公式メンバーカラー、二の目さんは紫、私はショッキングピンクです。非公式めっちゃ面白いよね。なんでそこまでしてメンバーカラーつけたいのかみたいな。リリーベで質問ある人の時とか、あー確かに。なんかリリーベの最後にさ、前までさチェキじゃんけんとかあったけど、私そういうの恥ずかしくて参加できない人だったな。いや嘘だわ、私めっちゃ参加する人だわ。アンコール、アンコールじゃない、なんか歌ってほしい曲ある人って時にめっちゃ真っ先に手挙げてた人だったわ。でめっちゃアピールする人だったわ。めっちゃ手挙げてってやるタイプの人でした。忘れてた。あ、ナマステ師匠ちゃんから紫色のだるまが来た。ありがとうございます。だるま、今日はレインボーなんで何色でもなれます。リスペクト今日リクエストしちゃう。そうじゃん、一番ずうずうしかったじゃんうち。一番後ろにいたのに刺されたか、難しいな。よし、あとちょっとでできそうなので皆さんお楽しみに。これつけたら終わりです。よし、できた。次は森永さんか。わかりました。まだ欲が出てきてしまったので、もうちょっと付け足してからにしてください。よろしくお願いします。明日の
配信者は森永ニーナさんになります。森永ニーナさんなんとですね、朝ライブ終わりに多分やると思うので、ライブの感想を聞かせてください。ライブの感想を直撃って感じしようかな。あ、ライブの合間だったら、まあライブの一部の感想とかかな。あ、ライブ前だったらライブの見どころとかにしてもらいましょう。ぜひお願いします。楽しみですね、ライブが。皆さんツイキャスの方で見れますので、お楽しみに。OK、 お嬢様風できました。グルーガンのコンセントを抜く。よし。ということで最後の一つができました。いーせーの、じゃーん。どうですか、ちょっと左右対称っぽくやってみました。これ結構好きかも、ちょっとゴージャスな感じです。今日中に配信買って使った。そうなんですよ、今日中が、今日中に買うと まだ前売りのお値段になるので、当日に買うよりも安くなります。ぜひぜひ。すごいってきた、嬉しい、いっぱい見せちゃう。これが服もキラキラだからなんか見にくいね、ごめん。肌色の服とか着てきた方が良かったかも。これはゴージャスね。そうです、今日はこちらとこちらを作ってみました。どうですか、嬉しい。みやちゃんから可愛い、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。本当に皆さん今日も配信見てくださり本当にありがとうございました。ちょっと明日は配信できないと思うんですけど、月曜日は配信できると思うので、月曜日は気持ち的に20時から配信したいなと思います。ちゃんと時間決まったら報告します。すげえキラキラ尽くし。そうなの、私こういうの作るの得意なんです。いつでも呼んでください。今日も楽しいゆこちゃんでした、ありがとうございます。そして明日はお電話特典会のやむ 4U の方がありますので、私と一緒におしゃべりしたいですとか、なんか言いたくなりますっていう方、ぜひぜひぜひやむ 4U までお待ちしております。後でちょっと Twitter の方でお電話特典会ありますってツイートしますね、お願いします。明日も共通テスト頑張ってきます、応援してます。応援電波飛ばしてきます。満タンさん、満タンタン、満タンタンさん、応援してます。はい、ということで皆さん明日も、明日は単独ライブがありますのでぜひ見てください。またねー。今日はスクショタイム最後に撮ろう。あ、ランキングも読まなきゃ、わざとだよって感じにしとこ。いっせーので、わざとだよ。これも TikTok で流行ってた。そう、今日これは TikTok で流行ってたやつです。おつちゆこちゃん、おつちゆこちゃん、みんな本当に見てくれてありがとう。またお会いしましょう、またねー。あ、ランキング読まなきゃ。第3位ゆうくんちゃんさん、ありがとうございます、キュンです。第2位はみやっちちゃん、ビッグラブだよ。ビッグラブだよ。そして第1位ナマステ師匠ちゃん、ありがとうございます。ナマステちゃん好き、ナマステちゃん好き、ナマステちゃんが大好きや、ありがとうございます。ということでまたお会いしましょう。それではバイバーイ。